あ、どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。そして、ありがとうございます、大原です。そして、よし、大体でーす。3人の好きな季節をせーので発表します。せーの、秋、冬、夏。ということで、はい、全然呼吸が合わない帰宅太りをやってきたと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで今日なんですけども、はい、大原、朗報でございます。おめでとう、大原、おめでとう。何が？え、本当に、そしてタイタイ、はいはい、おめでとう。身に覚えがないんだけど、なんかね、なんかした俺たち、なんかやらかしたんじゃねえかって。違う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 。謝るなら今のうちで。それで言うと、あ、やっぱ僕ら自体も 2、3ヶ月前でやっぱやらかしてるわけですよ。これは何かと申し上げますと、はい、もう記憶に新しい方も多いでしょう。はい、こちらですね、ドゥーンとね、海底トンネル。まあ、帰宅部島からこう面倒につながって、これ美しいって話題になりました。はいはいはい、まあそこでね、まあ、話題に私やっぱり一つありましたよ。これ何に使うねんとね、もう今はもう正直言います、正直もうただの筒なんですよ今。あのツール通ったこと何回ありますか。あれね、前回通れないでしょ。あ、痛い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 、たどり着けないもんだって。そうで、前ですね、はい、タイタイと帰宅部もね、まあ急遽ソロ動画とかでつなげたんですよ。もうタイタイかわいそうということで。ああ、そうそう、じゃあこれちょっと見てもらうと、はい、まあ、タイタイ島ね、もう素晴らしいね、美しい島から、このね、地下のね、海底階段というか水中階段からこう伸びてるわけですよ、同じものが。見覚えのあるね、はい、同じものがこうブイーンって出てるわけですよ。いい下水管。はい、ちなみにあそこの使用回数は、あそこは、いや、先日ね、タイタイチャンネルの方でタイタイブチ切れながら、うん、僕と一緒に水抜きしたんですよ。はいはいはい。なんで、まあまあまあ、2回ぐらい通ったよね。これあそこ言うてね、あ、5回ぐらい通ってる。そう、ということで、サムネ用に、サムネ用に、はいはい、今回ですね、はい、なんとタイタイ島から帰宅部島を貫通して大原面島にですね、つなぐ、はい、列車を作っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ついに来たか、無限列車編。ついに無限列車編、皆さん、映画公開いたしますんで、よろしくお願いいたします。じゃあ一回でいいとこ、一回でね、はい、こちら見てください、このチェスト見てください、ででーん、はい、うん、足りるかちょっとわかんないんですけど、カズさんの無限機をちょっと裏で勝手に使いまして、パワードレールとレールの比率がおかしいのよ。まあ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 、結構使うんじゃないかなということで、まあ、一応用意しました。なんでちょっと皆さん、ちょっとずつ、まあ2スタック3スタック4スタックぐらいちょっと持ってちょっと欲しいんですけども、はい、ただですよ、これ思ったでしょ、帰宅部島どうやってこうレール貫通すんねんと。いや、まさにもう思いました。今もう震えてたでしょ、実はもうブル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 でしょ。まあ、おわ、ブルもう飛び跳ねてたでしょ、どうしよう。あ、どうしよう、あ、どうしようって。あ、ほら、もうこんなんしちゃって、来てください、そう、二人来てくださいよ、二人。どうしたんだ、キヨキヨ、なんかあるのか、策が。もうちょっとね、策があるんだよ、策が。で、ここも落下しちゃいましょう。ドゥドゥーン。さあ、もうちょっとね、キヨキヨ選手構想をちょっと作っちゃいました、実は。もう裏で、おお、なんかこれやばない、はい、このこう上がるところを絶対作るとき用だろうなって思って作っちゃいました、うん、もうちょっとテンション上がって、ちょっとお気づきのようなパワードレール敷いてないんですよね。そうですね。だね、まあ、レッドストーントーチだとかね、もう必要ですから、トーチとか必要なんで、はい、ちょっとね、今日頑張っていきましょう、頑張ってちょっと繋いでいきたいと思います、よろしくお願いします。え、まあまあまあ、ここまで、ここは上がるのは分かったんだけど、うん、この外を行くと、ここね、縁行きます、今宵縁行っちゃいます、縁、もうちょっと一回ちょっとウォーキングしよう、ウォーキング、ウォーキングデッドするか、ウィーンってやって、ここ繋がるでしょ、ここ繋がる、繋がって、で、ここも繋げちゃって、そこもね、行っちゃいます、もう俺ぐらいになると思う。ああ、こうした、あーこれ、あーで砂が、待って、大丈夫、この砂壊して大丈夫、ワンチャンなんかさ、最悪の場合溶岩が降ってくる、マグマとか、え、ちょっと待って、やばくね。一回せき止めよう、一回せき止めよう、せき止めよう。あ、全然大丈夫、全然大丈夫。ああ、よかったよかった、マグマ降ってくるかと思った。マグマ降ってくるのやばいし、マジで危険すぎる。そうですよ、はい、ここをちょっとテクテク繋がさせてもらって、ウィーンってやって、なん、おい、誰だ、どうした、作業台を置いたやつ誰だ。
歴史上の酒代が出てきた。いいじゃないですか、歴史的な、歴史的な。ただですよ、皆さん、ちょ2人相談があります、はい、なんだどうした、はい、ここからまあまあ、あの面倒につながる植林場からつながってるんですけど、うん、そこへどうやっていくか考えておりません私。ごめんなさい。あそこで作って満足してました。ごめんなさい。一緒に考えさせてください。すごいこと言っていい？お願いします。上げずに地下貫通させた方が楽だったのでは？なるほどね。いやまあ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 、いろいろ、まあ、いろいろありますから、いろいろ。いやまあそのやっぱいろいろありますから見たいじゃん、周りとかね。確かにね。ここぶち抜いていいんじゃない？だってここ水ない、入ってこないでしょ。ああ確かに確かに確かに。ここそのままぶち抜いて、あ階段で、おタイタイ建築の匠でもなんかこう、うん、ガーッと行って。いや植林場通る。まあそれしかないか。植林場通るしかないもん。うん、うん、植林場通って、ここも通って、ここも通る、ここも通っちゃう。いやすげえぐるぐる回すやん。すげえぐるぐる回す。違う、どうなってるか知りたいのよ。確かに確かに確かに。あ、なるほどね。ここね、ここにこう繋がってるのね。一番地下なんだよ、一番地下にこのトンネル繋がってんのよ。植林場ぶち抜いちゃっていいんじゃないですかこれ。植林、まあ、あ、待って、でもさ、今誰いる？大原いるところがさ、多分さ、あれだよね。あら、なんかもう落下するシステム作っちゃうみたいな。いや一方通、まあ、どっつかかどうかわかんないけど、一方通行になっちゃうから、つかかどうかわかんないけど、これ言わない。その前置き、その前置き刺さるから、俺の心に。うん、この辺を階段にして、なるほどね。確かに下にレールつながってるから、ここからあ、ここ階段にしちゃうってことか。そう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 。ありがてーっていう。おお、完璧だ、完璧すぎる、はい、完璧すぎる、素晴らしい。でここにレールが通ると、うわーこれはね、ちょっと、お願いします、お願いします。なんかこの石炭をなんで取ってないんですか？大体さん、これおしゃれでしょ、これもやめてくださいよ、そんな。おしゃれじゃ、言わせていただくとおしゃれじゃないっすか？おしゃれじゃないこれ。うん、あのためやレッドストーンブロック、パワードレールでいいんじゃない？全パワードレール、こうまっすぐのとことか基本的にパワードレール足りそうだけど、まあパワードレールめっちゃ、ただ、結局さん、その下に、うん、レッドストーンブロックを、あ、そっか、ブロック置かんと反応せないから、あ、だから真ん中ぐらいに置いてあげるといいかも。あー、なるほどね。結構広いから。じゃ例えば、こっち、こっからも加速するんだっていうね、そういう意気込みで、ここの辺とかもどんどんパワードレールだね。あ、じゃあちょっとレッドストーンブロックちょっと渡しとくよ。ありがとうございます。ジャジャさんが全部パワードレールでも遅かったらしいっすよ。それはもうはどうにもならんな。ちょっと全パワードレールじゃん。全パワードレールの、いや、めっちゃぐるんぐるん回してるからね。いや、ワンチャン想定だと一通になる可能性もある。いや、一応全部パワードレールにはする予定ではあるけど。はいはいはい、まあ直線系は、そうじゃあこれレッドストーンブロックもうちょい必要だね。ちょっともっといるね、もうちょい必要だね。ちょっとこれ、あーでもすげえすげえいい列車ができてるぞ、この急に登ってきてほしいな、やっぱり。じゃあ行きますよ。なんか レバーの方式採用してんだけど、あやべ、あ行っちゃったさあ行きました、さあ行きました、ててててててて、俺たちてて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 、おーすごい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 、ててて、いいよいいよ、いい、行ったわ、行った、いいっすね、普通に来た、行った、普通に結構早かったよ、なんなら、まあなんかオールだもんな、なんか角以外全部あれだから、はい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 、いやこれ素晴らしい、いやもうなんかもうすでに達成感がある。おいリーダー大丈夫か。じゃあそれではね、これ上がれる機構できたので、はい、繋いでいきましょう、はい、タイム、どんだけパワードレール使いたいんだよ、ほら。パワードは早い方がいいよ、まあ、早い方がどうせ待ってるし、うん、まあまあ永遠に加速させるか、ガチャン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 ってずっとやってた。 俺曲がるとこ以外全部パワードでいいと思ってるもん。マジで。じゃあそうしようぜ、そうしようぜ、超高ハイスピードの、ハイスピード、ハイスピードトロッコ。いや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 、もうどんどん置いちゃう、どんどん置いちゃう、どんどん置いちゃう、どんどん傍中、どんどん傍中、どんどん傍中、ありがとう。さあそれではここを曲がさせていただいて、でここからオッケー、オッケー来たぞ。そしてここに到着すればオッ
ケーオッケー、ちょっとここもまだパードレールにしようかな。よーし、お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 ーし、あとはつなげるだけだ、こっちは。いい感じ。そう、いい感じ。帰宅部島のこのうねうねしてるところが一番大変だから、多分ここから伸ばしていくと。いいですね、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 いいですね。これもうどん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 つけちゃって、いやこれ最後最後最後トロッコでこう駆け巡るシーンが欲しいっすね。爆走。おすごい、この沈没船をもはやおしゃれに使っちゃう。あ、ここハーフか。これガラスで埋めちゃう、なんか。あー違うね、やっぱりな。俺ガラスで埋めようとしてたわ。やっぱり沈没船をちゃんとこうね、沈没船たるちゃんとしっかりするの大事だからね。ねえ、沈没船をね、もはや沈没船ちゃんと。タイタイ先生、ちょっとガチャガチャガチャンしてきていただいてもいいですか。ガチャガチャしたことないんだけど。あ、じゃあ俺行ってくるか。結構簡単だけど。できるようになりたい。レールの、あ、じゃあ私ちょっと、じゃあガチャンガチャン講座。それではですね、ガチャンガチャン講座ということで、まずここのね、上に乗っかってるねレールを壊します。まず、はい、はい、でこうまあセッティングさせてもらって、はい、で、なんだっけ、これでもいいんですよ。これで、あとはスイッチ押すだけですね。はい、非常に簡単。あー、いいですね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 。あー、もう焼ける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 。よし、キャッチだキャッチだキャッチだ、すげー、キャッチだキャッチだ。まあ、あとはここに置いとくだけ。うん、簡単な話で腐る。簡単な話でしょ。もう2人絶対いらないよね、これ。はい、もうここにいるだけで、ね。あー、じゃあ分かりました。じゃあちょっといい感じに取っていって、大体遠からもさ、繋がなくちゃいけないから、結構ガッチャンガッチャン必要かもね。そうだね。うん、いやー、これで俺の島から大体遠に TNT 送り込めるわけだ。あー確かに TNT 行ってらっしゃいっつって、トゥ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 ってやばいな、それ。言ったけど逆もしっかりだ。やばいやばい、抑止力が。うん、俺は別によ。お互い送り合ったら帰宅部島でバカするから。それな。やめろやめろ、帰宅部島やめろ。確かに TNT の威力強すぎてドズボンさんもぶっ破されそう。ドズボンさんとついでに全開しそう。ついでに全開そう。ついでに、ついでに吹っ飛んだらもうたまったもんじゃない。そう、せめてドズボンとピンポイント破壊してくれっていうね。ねえ、そうね。うん、ついでは一番良くないね。よし。繋がったぞ。ちょっと俺、レバー置いてくか。レバー置い、あ、置きながら帰ろ。俺のダッシュより遅いのなんなの。超遅いじゃん、トロッコ。トロッコ遅いな。あ、今タイタイと、今タイタイとやってんの。そう、もう繋がったよ。あ、繋がった。お、てか全然足りんねじゃあね。そっちに向かってるっていうことやってんだけど、あ、来てるよ、こっち。徒歩のタイタイに負けた。じゃあみんなね、後でちょっとレースしよう、レース。いや、それ最初の人勝つんだ、それ絶対。戦闘が勝って終わりなの。戦闘が勝って終わる。戦闘が勝って終わる。戦闘以外勝てねえゲーム。戦闘以外やばい。武器ありんしょ、そしたら。やばすぎる。落としていくぜ、ね。オッケー、面倒までね、もう全パワードレール行きました。オッケー。そして全部着火しております。着火というか。これやばいだろ。着火。着火やばいでしょ。着火やばい。そうだ、ね、その辺が危ない。おどうすか、乗り心地はどうすか。まあ観光列車って感じ。ちょ、3人でさ、まあまあまあ、トロッコ乗ろうぜ、マジで。いいよ。え、もうさ、え、行きがそうでしょ。あの上りが今上り線のなわけじゃん。下り線、下り線も行けっかな。あれ、いやね、遅いだよ。確かにな。そうなの。確かに。途中でレイリーを挟めるんだよ。確かにトロッコ、トロッコレイディオしよう。トロッコレイディオ。あ、あ、俺鉄あるよ、鉄あるよ。でも木あれがねえな、作業台ねえな。終わる、止まってて、あると。ほらが行ってしまった。あ、止められんのいいね、途中でね。オッケー、じゃあちょっと
行きましょう。さあ乗りました。はい、それではあ、タイタイヘルメット外した方がいいかも。帰宅部列車、はい、出発お進行。イエス。おお、なんかすげえガクガクする。ちょっとこう突っかえる一瞬なんかキュービョさんだけすげえガクガクしてる。俺すげえガクガク。ちょっと一回ここ降りて、ちょっとラグを活用して。キュービョめっちゃスピード出てんじゃん。止まってくれ、止まってくれ、ちょっと待ってくれ、おい待ってくれ、危ない危ない危ない。てー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 やない。ちょっとさ、待って、ね、俺ぐらいになると影モッドでいっちゃう。影モッドで OK OK。 あー木美しいですよ、すごい美しい。あれ、おいふざけんなよ、おい待ってくれ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 、俺のトロク俺のトロク待ってくれ、さようなら俺のトロク待ってくれ待ってくれ。おこれが来てる、おこれが来たんだけど。おし、おし、OK OK 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 OK。さあ影モッドでねお送りしていますかね。これちょっと今夜になりかけだね。なんでそこタイタイと大原はちょっとさソーシャルディスタンスあんの。さっきレバー停止したらちょっと差が生まれた。おおスケルトンいる。待って、すげえガク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 。スケルトンいる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 。危ねえ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 。同じリアクションを潰れたから。危ねえよ。さあこれ結構楽しいぞ、これ楽しいぞ、結構楽しいぞこれ。さあうわなんかすげえ影モッドでやるとねちょっとガクつくけどいかつい。さあ来ました、さあ来ました。さあ念願の下りはまあまあ。おおしかもそんな酔わない、真っ暗。ちょっと編集で明るさ上げてください、すいません。ちょっと上げないと真っ暗真っ暗も真っ暗で大変なことになってる。さあ真っ黒クロスケを、真っ黒クロスケすぎるところですが、さあここでうんちょっと影モッドがね暗すぎる。めちゃくちゃ暗そう。ああ海底だから明るさないとやばそう。そうだね、あの明るさ上げればね。皆さんあの自分のスマホの明るさ上げてください。もう目悪くなるわ。最悪な YouTuber 最悪な YouTuber これとんでもない YouTuber いますね。いやーこれはねあれああ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 トロッコが一人、トロッコ一人で、あの一人一人でくね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 登ってるわ。エンディングトロッコ、二人でトロッコじゃん。ちょっと待ってくれよ。はい、ということで、あー、待ってくれ誰もそっち収録してないから。はい、この今エンディングの楽曲一番後ろにボーッと立ってる記憶さんのマジで幽霊に見えた。いやいやちょっとお待たせいただきました。いやでもあれじゃないですか、やっと活用されたんじゃないでしょうか、うん、ねこれを使うかどうか、まあ、いやいやいやこれが だとしたら大原島にちゃんと入れるようにしなきゃダメなの。あの絶望感あふれるあの鉄壁の砂の壁あったからね。いやあれマジで行き止まりだからね。、うん、帰ってくるしかできねえから。そう鉄壁ありましたんでね、ということでこれ活用されたということでね、数ヶ月ぶりに活用ありがとうございました。じゃあ次はあのウォールマリアを破ってもらおうか。だってでもあれ大原のあの砂ぶち破ったら大原面と沈むでしょ。沈んでくね、端っこから沈む、端っこから沈んでくのやばい。ということでね、そちら気をつけましょうということで、はい、そうなんです、はい、ということで、今回はですねカズさんワールド鉄道作り完成しました。ありがとうございました。しまーす。また、この企画部ではですね、カズさんワールド遊んでいきたいと思いますんで、ぜひともチャンネル登録して、はい、次回を見てくれたら嬉しいなと思います。ご視聴ありがとうございました。あざした。